はい、皆さんこんにちは、うろこです。この番組では皆さん気になる商品を5分で分かりやすく紹介していきます。毎日更新していますので、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。なお在庫確認やカスタムのご相談はパドック店頭まで直接お願いします。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。さて、今回ご紹介する商品はこちら、ライトー S&T スポーツライン電動ガンミニミ M249 パラトルーパー、電動2000連ボックスマガジン付き。アメリカ軍の各部隊に広く配備されている分隊支援火器、軽機関銃。はい、スペックですけれども、全長が790mm から925mm、 こちらね、をね縮めることも可能となっております。重量が 3980g、バッテリーは S&T 専用ニッケル水素 8.4V 1100mAh のバッテリーが収納可能。あとはですね、リポならペック用やスティックタイプの小型なバッテリーがね、こちらアッパーのところにね入れることができる、こういう感じね。はい、でフレームはナイロンファイバー、アウターバレルがアルミ合金となってまして、これはねアウターバレル脱着型となります。まあミニミはねこれで脱着が可能なんですけれども、はい、他にねこちら FN 刻印ということで、こちらマークがね入ったりしております。電動2000連音感センサーボックスマガジンが付属しているんですが、今ちょっと展示でねこれついてないのを持ってきてるんで、画像でピッと出てると思いますが、こういう感じのボックスマガジンが付属しております。前にねこれ打ったことありますけど、普通に音感で作動して楽しく打てるボックスマガジンだと思います。で今ね、刺さってるんですけど、こちらね M4 用のねスタンダードマガジン、これ今多弾倉ですけれども、300円とかノーマルマガジンももちろんこちらの方にね入れて使うことが可能となっております。このミニミはレシーバーを樹脂として価格をリーズナブルかつ取り回しのいいものとして、メカボックスは耐久性等もね実績のあるバージョン2モデルが搭載されております。で M249 パラトルーパーはショートアウターバレルと伸縮ストックバイポットが装備されてね、取り回しのいい空挺部隊用の M249 となっております。さらにアッパーレシーバー上にはねマウントレール装備されておりますんで、光学機の装着に便利となります。電車は純正バッテリーで秒間20発程度のハイスピードモーターを搭載してるっていうことで、今ねリポバッテリー入れてるんで、もうちょっとサイクル早く感じるかなと思いますが、後でねまた打ってみてご覧いただければなと思います。セーフティーはこちらのボタン、今このこっち側に出てる状態ね、で打てない、こっち側に押してもらうとちょっと見づらいかもしれませんが、ここね赤いラインがね見えるかなと思いますが、こちらになるとなっております。フルオートオンリーですね。はい、でホップアップはこの上のねアッパー開けてもらって、ここのところにねダイヤルがありますんで、回してもらえれば調整可能となっております。で今ねリポバッテリーもこんな感じで、搭載可能ですね。でサイトは上下、左右の調整がねリアサイトでできて、でフロントサイトはね、固定で調整がちょっと効かないタイプですね。ホールがねちょっと小さめですけど、まあ狙えなくはない、仕様となっております。それではね実際に打ってみたいと思います。はい、とシューティングレンジやってまいりました。実際ね弾速の方ね測っていきたいと思います。 89.19 88.33、 一応ねターゲットの方打っていきます。 ちょっとね後ろの壁に向かってねロートしていきます。はい、いきます。はい、と戻ってまいりました。実際打った感想ですけれども、非常にね安定して弾道もよく、分隊支援火器ね、まさに分隊支援火器にね見てるんじゃないかなと思うところでございます。まあ、スポーツラインということで非常に軽量なんで、実際サバゲーで運用しててもね、楽しくサバイバルゲームできるんじゃないかなと思います。あとキャリングハンドルね、一応これついてるんですけど、こちら、このままでこう持つのはやめてください。エアガンなんで壊れます。これ全部ミニミね、言えることですけどね。さて今回ご紹介したのは S&T スポーツライン電動ガンミニミ M249 パラトルーパー、電動2000連ボックスマガジン付き。ここには模型パドックのホームページからお願いします。画面の QR コードか概要欄にもリンクがありますのでチェックしてみてください。この番組は毎日更新しております。皆様からのチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。コラボ企画リクエストも随時受け付けております。お気軽にご連絡ください。それではまた明日お会いしましょう。バイバイ。